これまでにいくつの骨を流したことか、これからもいくつの骨を流すだろうか。流すたびに私の心も消えていく。病んでるのかしら。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで多分ボス戦になるんじゃないかなと思うんやけど、なんとなくおそらく一応ね、レベルを上げてきたよ。どうも。やっぱすごい、相変わらずシャキッとしてらっしゃる。なんだい、まだいたのかい。何度来たって同じですよ。石板のかけらを持ってきました。あなた、わざわざ取り戻したのかい。なんで他人のためにそんな真似を。そうまでしてガチグマを沈めたいのかい。まあ、できれば。ちょっと控えめに言っとく。わし以外にガチグマのことをこんなにも思う人間がいるなんてね。さあ、石板のかけらをよこし。どうぞ。お、これで埋まった？ほら、これで元通り。なんて書いてあるんだ？あ、そして、安納文字なんやね。え、ポケモンの世界の言葉は全部安納文字なわけじゃないよね、全然。アンノーンだってね、金銀ぐらいで初めて発見されたもんね。何と書かれているか読みましょうね。すべての命は別の命と出会い、何かを生み出す。なるほど。刻まれているのは石板を取り戻すようなことですかね。幾度も読んでいましたが、真の意味をようやく理解するとはね。これも神王様のお導きかしら。何？あなた、なんてお名前？アユナです。そう。アユナというのね。ガチグマのために力を貸してちょうだい。ガチグマは暴れていますが、どうも荒ぶるとは違うようなの。なんかあれよね、ちょっと勝手に思い込んでるだけかもしれんけど、なんか、世に言うおばあちゃんって感じの喋り方ではないよね。ですので、薬を飲ませれば正気に戻ると思うのよね。わしはポケモンを戦わせるなんてできません。でも一人称はわしか。でも、アイナなら大丈夫ですものね。ガチグマはヘドロ大地を好みます。準備ができたらいらしてちょうだい。あ、じゃあもう行きます。もう速攻で行きます。え？あ、ヘドロ大地に向かわんといかんの、今から。なんか気がついたらおらんくなっとんやけど。びっくりした。あ、ヘドロ大地の方にいらっしゃいってこと？なるほどね。ここに行くかと思った。違ったわ。ヘドロ大地どこ？なんか結構遠くない？どう行くんかな？普通に行けるんかな？でもさ、レベル上げで私結構めちゃくちゃうろついたんやけど。あ、でも確かに。あ、こういう強い敵のとこら辺は確かに通ってないわ。うわぁ！いやー、助けてー。助けてー。困るわ。ちょっと、怪獅子やっけ？攻撃されたら困るんですが。何？あのポケモン。この辺は来てないな。あ、あれか。なんていう名前か。それ、グルッグやったっけ？え、そんなんじゃなかったっけ、名前。なんかそんな感じのやつ。カバみたいなやつもおるよ。お、結構近づいてきたのでは。ここって渡れるんかな？あ、渡れた。よかったー。なんか結構浅そうなとこでもさ、ゴポゴポ沈んでいったりするけん。お、なんだおじいさん。いや、あんた、森キングを沈めた調査隊だな。荒れ地ベースの設営手伝いか？荒れ地ベース？荒れ地ベース？新しいベースができるってこと？建築隊見習いの育太郎が腕に覚えがある団員を探していたぞ。お、荒れ地ベースの設営。え、今度のベースは自分で作らんといかんの？マジで？そうなの？やめてよ。え、で、どこに向かえばいいわけ？あれ違うよね。あれはもう、ボスじゃね？待って。どこですかね。とりあえず、
任務リスト、サブ。アレッジベースの設営、これか。これでベースキャンプが増えるの。アレッジベース設営予定地で問題が起きているようだ。現地へ行って設営を手伝おう。アレッジベース設営に 手助けに向かう。じゃあ向かうわ。どこ？どれ？マーク、これ？これ？あ、これか。なるほどね。どれですか？どこですか？あっちか？あっちの91ってなっとる方かな。よし。あ、この辺にベースができてくれたら確かにありがたい。なんて匂いだ。なんて火だ的な。あなたですか？おっと君、近づかない方がいいぜ。見てみろ。キャンプの設営地をあいつらが占拠しまったんだ。占拠っていうほど多くないけどな。一体でも厄介なのにスカンプーの群れなんて、まあ、確かにスカンクやけん。一体でもね、おならされたらおしまいよね。勝負の得意な団員が何とかしてくれないかな。ああ、私、腕利きです。めっちゃ強気やね。追い払いますよ。本当に？スカンプー臭いぞ。任せて。いや、見てて。うん。そこまで言うなら任せるけど、3匹が相手だぞ。あと臭いぞ。臭い。めっちゃ強調するやん、そこ。わかってるよ、スカンクだもん。スカンプーって何タイプ？何タイプかがまずわからんねえけど、ノーマル？毒？とかかな？わからん。わからんけど、とりあえずアクアジェットで行こう。いけー。3匹いっぺんにか、きついね。冷え。冷え。あー、やられたよ。やっぱ毒かな。毒相手って何がいいん？効果抜群なポケモン持ってないやん、私。まあいいや、マグマラシにするわ。いっけー、マグマラシ。見た目的にはちょっと近しいものがあるよね。とりあえずレベルでご利用することにするね。火炎車。いけいけ。よし。一体ずつ確実に仕留めてこう。てかボスは何タイプなんやろう。ちょっとそこもいまいち分かってないんよね。ひー、やられてしまいそうだぜ。これ一発で仕留めれるかな。ひー、ダメだった。あ、やられたかと思ったけどやられてはない。あ、しかしこれでですよね。待って待って、ムクバード出すから。よし、とりあえず向こうが効果抜群にならなければ何でもいいや。ツバメ返し。これこのサブクエ終わったらさ、もうキャンプ地できる？それやったらね、もうサブクエ終わった時点で休んでいけば、サブクエ終わった時点でここで休んでいったら近い場所で回復してボスに向かえるんだけど。ね、じゃないとまたなんか長い時間かけてここまでやってくることになるわ。よっしゃー。だから進化できる子進化させておこうかな。君本当に強かったんだな。相棒のポケモンも勇ましいし。何？信用してくれてなかったの？驚いたよ。スカンプー3体と渡り合っても臭くないなんて。どういうこと、どういうこと、どういうこと。臭さで勝負してないよ、私。君のおかげでキャンプを設営できるよ。ちょっと待っててくれ。あ、もうあっという間にできる。助かるー。で、いつの間にか博士たちがなんか湧いて出てきたんやろ。ふぅ、どうだい。安心感があるだろう。スカンプの匂いもついていない。気軽に利用してくれたまえ。めちゃくちゃ強調してくるよね、匂い。イェーイ、これでアレッジベースの設営達成ってことでベースキャンプが増えた。よき。ん？あ、来た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 。グレンの湿地2つ目のベースキャンプ、アレッジベースが設営できましたね。いずれアスカンプーが遊びに来る場所にもなるといいですね。遊びに来させるの？来させなくてもいいんじゃないかな。君はずっとここにいる感じ？どうも。
アユナくん何か張り付いているようです。張り付いてる？何？お？アンノーン。何？仲間になってくれるのじゃないのか。え？今のはポケモン？ね、なんか去ってったんだけど。隋の遺跡の壁に文字のような模様が刻まれていると、オロさんから聞いたことがありますが。とすると、同じポケモンでありながら複数の姿を持つ種類なのかも。うん、めちゃくちゃいっぱい種類おるよ、アンノーン。アイナくん、ポケモン図鑑に今のポケモン専用のページを追加するのです。あ、やっぱりそういう感じになるんよね。金銀の時にもさ、なんかアンノーン専用のあったような気がする。ポケモン図鑑にアンノーンメモが追加された。おや、増やしたページに何か文字のようなものが。そういえば、アイナくんのアルセウスフォンが反応していましたね。何かを示しているのでしょうか。何？アンノーン調査メモ。ポケモン図鑑の表紙で Y ボタンを押すとメモのページが開きます。謎の暗号文を手がかりに隠れたアンノーンを捕まえましょう。隠れたアンノーンは不思議な力で手持ちのポケモンボールを弾くため戦闘することはできません。え？え？何？どうするのじゃあ。え？そこで終わり？ポケモンの調査が進んだようですね。報告をお願いするのです。はい。え、じゃあ捕まえることできんの？モンスターボールで。どうすればいいの？見るだけで OK な感じ？ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。多分このレベル上げ中のデータがいっぱい。登録更新されたポケモン9。お！図鑑タスク51やって、いいねいいね。でもまだランクは上がってない。これからどうするんですか？いや、調査続けます。すぐそこでね、ちょっとボスが、親分があるので。ご夜分がある。ちょっとおかしいけど。休みます。少しだけ。ふぅ。マグマラシたちは休んでみんな元気になった。ほんで、ちょいとね。進化をさせたい。不安定。おや、不安定の様子が。不安定の進化系って何？名前がわからない。外見はどんなんやったっけ？何もかも分かってないけど。おお、おめでとう。不安定はホワイライドに進化した。あ、これあれ、あの風船割りの時の子やないん？え、そうよね、多分あのミニゲームの。フワライドは新しい技をひらめいた。あれなんよね、新しい技を覚えたじゃなくてひらめいたなんよね。え、で何の技教えてくれんの？教えてくれないんすか？強さを見るで見れるんかな。技はどれが増えたんやろ。わからん。わからん。念力、催眠術、驚かす瞑想、どれか増えたんかな。何があって何がなかったんか覚えてないや。まあ、いっか。で、ブイゼル進化。おや、ブイゼルの様子が、なんかお祭りみたいやね。この音が。ブイゼルの進化系は普通にかっこよかったよね。うん、てかかわいい。おめでとう、ブイゼルはフローゼルに進化した。よきー。めっちゃよきー。いや、なんか進化してさ、かわいくなくなることがおるけんさ、それはちょっと嫌なよね。スボミは何？花が咲く？進化させよ。コリンク進化系おったよね。進化系をすでに捕まえとった気がするけん、そのままでいっかな。あ、あれか。ロゼリア？スボミの進化系ロゼリア？マジで？あ、ロゼリア私捕まえんかったっけ？いや、まあいいんですけど。いいんですけど。多分、捕まえとったとしても、その子よりレベル高いと思うけん。あ、じゃあコリンクも進化させとったんでいっか。お大量に進化させてこ。え、コリンク進化したらさ、もっとなんかライオンっぽくなるよね。よね。確か。ほら、だってコリンクもさ、あれ、なんか私が思っとるのと違った。あれ、私が思っとるのはなんだ？私が思っとるのなんだ？あ、これか。おめでとう。コリンクはルクシオに進化した。あ、やとしたら捕まえてないや。ん？私が思っとったのは、なんか、もっとライオンっぽい子やった。え、さらに進化できるやん。マジで？え、これがさらに進化したら思っとったやつになる？え、さすがにそんなの捕まえてないよね。二段階分も溜まっとったよ。どや？かっこいい
感じになるんかな。おお、なんかあれやね、どんどん黒い部分が増えていくんやね。おめでとう、ルクシオはレントラーに進化した。かっこいいっちゃかっこいいんやけど、なんか色の割合がなーっていう文句。いや、なんかね、もうちょっと青い部分が多い方がいい気がするなぁ。って勝手に言っていくけど。はい、報告もしときます。どう？いい感じじゃない？あ、これでコリンク完成したやん。フアンテも完成して、スボイも完成。やったね。やったね。あ、スボミ、あれ違ったっけ？別のやつやっけ？何かしら、なんか図鑑完成させて見せてくださいみたいな依頼なかった？はい、調査続けます。え、あれよね、別にその図鑑を完成させて見せてくれっていう依頼のやつは、図鑑見せるだけよね。ポケモンおらんくなるわけじゃないんやろ。どれだ？モックル、ブイゼル、チェリム。え、違うね。え、違ったな。もちもち、もちもちキノコ、なんか私、レベル上げ中に見かけた気がする。見かけた気がするよ。コロボウシは、あれか。完成してないんか。あとは別に、ないかな。ロゼリア。ん？スボミーが完成しただけで、ロゼリアは完成してないんかな。そういうことかな。そういうことな気がする。で、これで、Y をしたら、アンノーン調査メモが見えると。何これ？めちゃくちゃいろんな文字書かれとるけど、何にも読めんやん。え、これってさ、読もうと思ったらちゃんと読めるんかな？てか、これって、あれか？普通にローマ字？上の段、時間って書いてない？時間、遭遇。わからん。え、わからん、わからん。え、そう、いい。わからん。わからん。何のアルファベットを表示したんかもよくわからん。はぁ。あれ、ちょっと待って。ロゼリア、ロゼリア。あ、全然完成されてねえや。スボミーは完成してるけど、あ、これってあれなんよね。この、タスクすべてをクリアしたら、完成になるんかと思ってんけど、全然違うんやね。え、何をもって完成なんやろ。なんか一応、ゲージみたいなのがあるんかな。で、そのゲージが全部溜まったら完成、みたいな。それやったら全然いけそうやね。何回かロゼリア倒せばいい。って、そんなことではないかな。そこにはこのまま上がれる、あ、上がれた。来ました。あゆな、こちらよ。どうも。確かにガチグマは暴れていますが、ライドポケモンとしての本能なのか、わしが雷の笛で旋律を奏でると、すぐさま姿を見せるのです。ライドポケモンなんか、え、じゃあ、今度からアヤジシかそっちか選べる感じ？誰？ガチグマ？あれかな？ヒメグマ、リングマとかの仲間？あのあたりの系統？やとしたら何タイプ？ノーマルタイプ？格闘？わからん。最終的に。投げ出すやつ。その辺の系統のなんか親分系みたいな。あ、絶対そうやん。わぎー。なんかちょっとかわいい。さあ、ガチグマにあなたの強さを教えなさいな。ただし、ガチグマは新手段が大切にしているポケモン、捕まえることはできませんよ。あやじしみたいに使うことはできますか？大切にしとるのに使う。まずは、あ、水タイプ効く、え、あ、水タイプが効く。え、この系、え、違う、岩とかってことかな。岩地面とかその辺か。なるほどね。いけいけ、水の波動。お、いい感じ、いい感じ。あ、てかフローゼル思ったよりでかいな。ねえ、なんか思ったよりでかいな、お前。ガチグマが思ったよりちっこいんかもしれんけど。あー、待ってくれ。あ、でも攻撃技じゃなさそう。あー、待ってよー。あー、やられたー。ちょっと待って、一匹も倒さずに行こうと思ったんだが、私。
違う、フローゼルや。あ、ほら、ロゼリアも効果抜群ってことは、やっぱり、岩地面とかその辺ってことやんね。おそらく、ちっちゃちっちゃ、かわいい。いけいけイエーイ。あ、でもレベル30はないといかんのかなって思ってレベルね、上げてきたけど、26とかやったね。5ずつぐらいの刻みって感じかな。ガチグマや、わしのかわいい子、暴れま、あ、ガチグマや、わしのかわいい子、暴れまーってもうくたびれたでしょ。あなたのおかしな状態、直しますね。直せるんすか？新時代秘伝の薬。泣く子はもちろん、暴れるポケモンもすっきり体力だし、その名も毒女眼。ほう。体の中に毒素が溜まってるってこと？うへぇー！え？吐かせたってこと？そういう？強力すぎてガチグマのように頑丈なポケモンでないと使えないの。えー、怖い！ねえ、ガチグマや、ようやく落ち着いたようね。大丈夫っすか？しかしおかしいわね。光っていない、荒ぶっていない。ん？どういうこと？光ってない？さすがね、銀河団の人。そうなのよ。荒ぶるバサギリがあなたに沈められたとき、空に昇る光がここからでも見えたもの。そんなことあったんでしたっけ？なのにガチグマの体からは不思議な光は出なかったし、そもそも輝いていなかったわね。それはどういう。それにガチグマの体についていたこれ、何かの粉だと思うのよね。混合団のひなすという娘、どうしてガチグマの話をわしにしたのか。いやね、肝心なことを忘れていました。あなたは雷の笛を吹いてくださる？ふんふん。これ、あやじし呼ぶときのやつよね。なになに？ん？ガチグマはアイナルの旋律を心に刻み込んだ。ガチグマから大地のプレートを受け取った。大地のプレート、地面のタイプの石板。あるポケモンに使うと地面の力を得る。地面タイプ。ふんふん。ガチグマは物探しが得意なのですよ。宝掘りといって、埋まっているものを掘り当てるの。地面に埋まっとる道具とかがあるってことかな。さあ、銀河団の人。今の話をあなたの団長に伝えておくれ。じゃあ今度から何？なんか同じ旋律やったけど。あれを吹く前に、どっちの能力を使うかを選べるってことかな。今回はガチグマに物探しをしてほしいとか、今回はエア地震乗りたいみたいな。グマ。グマ。アイナはライドポケモンガチグマを呼び出し、宝掘りができるようになった。でもライドポケモンってことは乗ることもできる？乗った上で宝掘りができるってことかな。あ、ぽいぽいぽい。でかいな。ガチグマで宝掘り。ガチグマは正面方向にお宝の気配を感じるとダッシュします。ガチグマが大きく反応する場所を見つけたら Y ボタンで宝掘りをしてみましょう。いいものが埋まっているかもしれません。へえ、ここ掘れワンワンや。犬じゃないけど。え、やってみたいな。ガチグマの調査結果を電木団長に報告。オッケーオッケー。え、じゃあ何？あやじしかガチグマか。まあ、やってみようか。さあ、銀河団の人。今の話をあなたの団長に伝えておくれ。了解です。笛はどうやって吹くんでしたっけ？あ、これか。あ、ん？これでさ、え、何？どうやってやればいいんやろ？これじゃないな。上？こっちか？いや、違うな。どうやって選べばいいんですか？これか？あ、なるほどね。十字キーや。ふんふんふん。これで、おー、来た来た来た。どうやって使えばいいの？勝手にダッシュする？B。これか？違うな。何もないよってことかな。お？お？レーダーみたいなのが反応しよる。あ、すごいすごい。え、なくなったよ。お、どこどこ、お、なに？これこう？ほうほうほう。掘ったよ、掘ったよ。アユナは古いポエム9を手に入れた。9、いきなりの9、9巻目。古いポエム9。翡翠地方の各地から掘り出される古い石の一片。
筆跡から書いた人物は同じとされる。今読みますか？あ、じゃあ読んでみよう。ポケモンの骨を川に流す。私の思い出も川に流す。やがて海へと流れ、世界を巡るのだろうか。これまでにいくつの骨を流したことか。これからもいくつの骨を流すだろうか。流すたびに私の心も消えてゆく。病んでるのかしら。よし。はい、移動していきますか。どうもどうも、ただいま。団長室に急げ。何？そんなに急がなくても。とりあえずさ、どこやっけ？サーブ、キノコ寄せ玉の広告と、村人の正彦に材料を渡す。正彦。正彦どこ？正彦どこかな？記念に一枚、いや、いいっす。まさひこではないよね。まさひこではないね。もしかしてこれか？違う気がする。ちょっと待って。わからん。村人のまさひこわからん。家の中とかかな？さわ。違いそうやな。じゃ普通にもうこっち行くわ、私。ってことは一旦ちょっとガイド解いとこっか。違う、任務リスト。はい、これ解いといて、こっちは違う。上か。偉そうなおじさんか。相変わらずの名前を覚えないやつ。多分この一番上の人やろですね。オッケーオッケー。遅くなりまして。あ、言うなよ。大ごとじゃぞ。何、どうした？なんか私やらかした？俺が話す。混合団の闘技クイーン、ドレディアが荒ぶっている。ひなつめ、俺にも隠してやがった。ドレディア。ドレディア。ポケモンがメスならクイーンと呼ぶ。ドレディアはメスしかいねえからよ。って、そんな説明をしてる場合じゃねえ。話を聞こうにもひなつめ、ことぶき村のどこにもいねえんだ。うまそうに芋餅を食っていたぞ。まあ、わしの芋餅は絶品だがな。いや、いらんねえよ、今そういうの。真珠団のガチグマが暴れていた件。混合団のひなつが関わっているのであれば、二つの団はまた争いかねない。どういうこと？関わっとるって。暴れさせたってこと？電爆の旦那、俺たちが争ったら銀河団はどうするんだよ。中立の立場？どちらの味方もしない。つまり、どちらかに肩入れをすれば、もう一方と争うことになる。これから目指す土地を争うわけにはいかない。そうだったよな。俺たちが争わぬよう親しみを込めて、あえて呼び捨てにしたいと申してた。旦那が介入するわけねえか。ってことはまあ、ほっとくってこと？あゆなよ、何か良い手立てを知っているのではないか。ガチグマ？何？ガチグマで突入する？何何？ガチグマ？あんた、ユーガオさんやガチグマに認められたのか。すげえな。よし、ガチグマでひなつの匂いをたどろうや。あ、そういうこと。なるほどね。ガチグマに認められる器であれば、ドレディアも沈められるであろう。俺はドレディアのキングバ、舞台の戦場に向かうからよ。メスか。何タイプ？草っぽい感じ？ドレインって感じ？あゆなよ、人にあだなすポケモンはすべて沈めよ。争いのない新天地を求めて、奇数にやってきたのだからな。ふんふん。ま、なんか言い方がちょっと横暴な感じやけどね。ガチグマライドの青色の反応を手がかりに、グレンの湿地でひなつを探す。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
またねー。